伝統の天皇盾を継ぐのはどのまでやりましょうか。天皇賞秋、さあ準備が整いました。さあ行こう。まずまずのスタートといったところであります。先行グループからまず見てまいりましょう。ヤックドールがかわしていきました。それからもう一頭、3番パンサラッサ、バビット、それから足毛の馬体、マリアエレーナであります。そしてその外にポタゲ、11番レッドガラン、そしてその後ろからディオグリフ、その内からは2番カラテ、外から1頭8番シャフリアール、ノースブリッジ、ダノンベルーガ、アブレイズが並んでいっています。これが1番人気のイクイノックス、ヌメール騎手、この手応えはどうか。ユーバーレーベン、一番後ろにカデナであります。流れるようにレースが進んでおります。先頭はパンサラッサ、パンサラッサかなりリードしている。そして2番手にバビットであります。ちょっと離されましてヤックドール、そしてその後ろから1番マリアエレーナ、外を通ってポタゲ、15頭が大欅の向こうを通過するところであります。レッドガランがその後ろ、さあ栄光の天皇盾まで、あとは直線を残すのみであります。先頭行く黒い帽子はパンサラッサ、ムチが飛んだルメールとイクイノックス、さあ先頭はパンサラッサが大きくリード。さあこのまま逃げ切ってしまうのか。まだ先頭パンサラッサ、3番手にジャックドール、パンサラッサが抜け出した。外からはシャフリアール、イクイノックスが3番手。このまま左右まで行ってしまうのか。イクイノックスが差を詰めてきた。イクイノックスようやく来た、来た、やっぱり来たという感じ。1番内パンサラッサが粘っている。イクイノックスかシャフリアールか、ほとんど同時。感じだね。1着8番、2着7番、3着3番以上のように確定しました。伝統の天皇盾を継ぐのはどの馬でやりましょうか。天皇賞秋、さあ準備が整いました。天皇賞秋 2000m、 まずまずのスタートを切りました。先行グループからまず見てまいりましょう。ディオグリフがかわしていきました。そのうちに3番パンサラッサ、バビット、9番ヤックスドール、そしてその後ろから1番マリアエレーナ、その外ポタゲ、それから11番レッドガラン。第2コーナーから向こう流し、シャフリーアールがその後ろ、内を通ってカラテ、そしてイタイタ、イクイノックスとヌメール、5番ダノンベルーガ、外を通って10番ノースブリッジ、14番ユーバーレーベン、それからもう一頭13番アブレイズ、その外からは15番カデナ。もう一度整理しておきましょう。順位が入れ替わっておりまして、先頭はパンサラッサでやります。それから離されまして12番バビット、そして3番手にヤックドールであります。それから足毛の馬体、マリアエレーナ、そしてその外に6番ディオグリフ、その内からはポタゲ。さあ栄光の天皇盾まで、あとは直線を残すのみであります。イクイノックス直線の伸び足はどうか。パンサラッサが抜け出した。一番内パンサラッサが頑張っている。先頭吉田とパンサラッサ、ジャックドールが3番手、懸命に手を動かしてルメールとイクイノックス、先頭パンサラッサ、しかし差はそれほどでもない。3番手にジャックドール、ジャックドール懸命に追うキオグリフが2番手、一番内パンサラッサが粘っている。青い帽子キオグリフ先頭だ。ノースブリッジが襲いかかる。一着キオグリフ。6番、2着、当番、3着、14番以上のように確定しました。伝統の天皇盾を継ぐのはどの馬でやりましょうか。天皇賞秋、さあ準備が整いました。
ゲートが開いて飛び出した15頭であります。まずまずのスタートかと思います。先行グループからまず見てまいりましょう。3番パンサラッサ、すんなりと先頭に立つことができるかどうか。この辺りちょっと離れている12番バビット、15頭第2コーナー左にカーブを取ります。その後ろでやりましょうか。9番ヤックスドール、そしてそのうちに1番マリアエレーナ、その外からはギオグリフ、内を通りまして4番ポタゲ、その後ろ3馬身くらいあって11番レッドガラン、その内からはカラテ、それからシャフリヤール、そしてその外にアブレイズ、青い帽子にご注目ください。これが1番人気のイクイノックス。第3コーナーに向かいます。15頭外から1頭ユーバーレーベン、ノースブリッジがそのうちにいます。それからナノンベルーガ、そしてしんがりからカデナであります。流れるようにレースが展開されています。先頭を行く3番パンサラッサ大きくリード。大歓声が上がる東京競馬場、大歓声が上がる東京競馬場。パンサラッサ先頭独走になっている。ここからどう伸びるか。イクイノックス2番手にバビット、さあ先頭はパンサラッサが大きくリード。ギャップドール懸命に追う。1番内パンサラッサが頑張っている。さあこのまま逃げ切ってしまうのか。2番手にバビット、このまま最後まで行ってしまうのか。1番内パンサラッサが粘っている。ユーバーレーベン懸命に追った。粘った粘った。パンサラッサユーバーレーベン1着天皇賞秋、勝ったのは14番ユーバーレーベンだ。2着、7番、3着、3番以上のように確定しました。